構図です。今回ですけども、はい、ゴールキーパーの質で年間勝ち点10は変わる説ということで、アルビレックス新潟の歴代守護神を振り返りながら解説していこうというコーナ ー、 そんな動画をやっていきたいと思います。まあ、僕は常々ね、ゴールキーパーの良し悪しで年間勝ち点10は変わるということを、まあもう今までも動画で言い続けてきたわけですけども、もう昔からね、ご視聴いただいている方はご存知かと思いますが、ね、そういう勝ち点10変わる、まあ、もう今や10以上も変わるんじゃないかみたいな、なってますけど、たびたびしてますと。で、これはまあ99年、J2 初年度から新潟見続けて思うこともそうですし、まあ、新潟以外、まあ、J リーグそもそもね、いろんな試合見てますから、それをずっと見てきて、まあ、他クラブの状況を見ていても思うことは、キーパー変わったからやっぱ変わったね、みたいな。成績落ちたねみたいなあるので、まあ、その総合的な肌感覚主体とはなりますが、そのように提唱していると。まあ、今回は歴代アルビの守護神を振り返りながらデータ的な裏付けを取っていきつつ、もろもろ展望してきたらということで、まあ、やっていきたいと、いうふうに思います。ということで、歴代アルビの守護神99年以降まとめてみました。まあ、主戦というか、まあ、ある程度出場試合数がある選手をちょっとまあ載せてみましたが、まあ、99年、J2 初年度、まあ、4位、まあ、吉原選手、木寺選手。で、2000年は7位、木寺選手、吉原選手。ちょっとね、出場の機会が入れ替わるということがあって。で、2001年、まあ、野沢選手自身は2000年加入なんですけど、まあ、2001年から主戦を勝ち取り4位。で、3位、1位と。で、もう野沢なのよね。で、J1 初年度は野沢、木寺で J1 10位。まあ、残留を果たすと。で、その後、翌年も野沢、木寺。で、12位。で、翌年から、まあ、北野が、こう、ポジションを奪うと。北野、野沢、北野、みたいな。なって、6位、13位、8位と。これ、鈴木淳監督時代です。だから、ここら辺が反町時代。長井監督時代、反町監督時代、鈴木淳監督時代。というふうに来てて、で、北野、東口、黒川、東口、小沢、東口、黒川、みたいな。東口選手がね、この2011、2012と、まあ、立て続けに大怪我をするのですね。で、開幕過ぎてから復帰、みたいな、感じなんですよ。で、特に、まあ、13年、これ柳下監督時代ですけど、まあ、後半戦、これセカンドステージ制だったら、セカンドステージ1位だったねっていう勝ち点を積み上げた2013年、伝説の2013年、は、まあ、東口選手が7月復帰以降、まあ、そのマリノスの優勝を阻止した年でもあるんですけども、33節かな。で、その時の、まあ、スーパーセーブ連発したのも東口選手と。で、それ以降は、森田選手が、東口選手がガンバ行っちゃったんで、で、森田。で、まあ、この2015年までが柳下監督体制。で、2016年吉田達磨さん。で、15位。で、2017年は森田大谷。これは、三浦文武さん体制で、17位、J2 降格になると。で、J2 初年度はアレックス・ムラーリア選手と大谷選手。で、19年は大谷選手ということで、まあ、これは、19年はね、レオナルド選手得点王だったけど10位っていう。ちょっと失点多かったよね、と。で、2020年、この時にアルベルト監督。まあ、これ永社長のもとね、アルベルト監督を招聘しての、で、小島選手もこの時に新潟加入して、小島藤田で、まあ、ほぼ半々ぐらいの出場機会でしたね。で、11位。で、2021年は一転して、安倍選手が主戦を勝ち取って、安倍小島体制で6位。まあ、怪我もあったんだけど。で、2022年は小島選手フル出場で J2 優勝。で、こっからま、小島選手ちょっと波に乗ってきたと。で、2023年 J1 初年度で、まあ、10位。これは小島選手、安倍選手。で、に至ると。今も小島選手、阿部選手体制が、まあ、多いというふうなところですが、まあ、振り返ると、まあ、結構ね、その、なんだろう、この辺りはマルクスだ、フォワードとキーパーなんだよな。これ、よく紐解くと、まあ、キーパーがいいことはもちろんのこと、まあ、成績的な裏付けと紐付けるんだったら、やっぱフォワードがちゃんといる、いいフォワードがちゃんといることも結構重要なんじゃないか。っていうのが、まあ、見えてくるんですよね。そのアルビの歴代外国人選手とか見てみようかね。ちょっと今ちょっと動画を撮りながら調べてみてますけど、やっぱりね、なんていうんですか、2001、2003とかは確かマルクスとかいるもんね、外国籍選手ね。
そう、あ、2002、2003か、マルクス。だから3位1位じゃん。だ、野沢選手が結構波に乗ってたのもあるけど、まあまあ、マルクスという、まあ、鬼チート級選手がいたと。で、そっから2004年から2007年までエジミューソンがいるんですよね。そう、だ、エジミューソンがいながら、だからこの野沢キデラ、野沢キデラ、北の野沢のこの4-5-6の時に成績が振るってないのは、やっぱり、まあ、野沢選手のパフォーマンス自身も、まあ、J2 ほど安定しなかったっていう部分があったりとか、まあ、意外とね、その目立つ派手なプレーもありながら結構ポカもあったんで、そう振り返るとね、まあ、俺たちのヒーローなんですけど、だからやっぱここら辺が成績に表れてると。で、一方でこの北野選手がスタメン 奪いかけた6年から主戦に変わった2007年、まあ、この時がエジミューソンがいるんだよね。エジミューソンがいて、マルシオもいるんだよ。マルシオとエジミューソンが被ってるのが2007年で、北野も調子良かった、だから6位。まあ、これ鈴木純監督体制でのね、まあ良かった時だよな、これな。めちゃめちゃ違う、これ確か鈴木純さんの時だよね、2007年って。違ったかな。で、北野で13で、この時に2008年にはエジミューソンが引き抜かれるんです。まあ、それで得点力がちょっと落ちると。で、2009年は、マルシオいて、ペトロジュニオールがいた時までは良かったっていう遺産で8位。うん、2009年のアルビレックス好きな人も多いですもんね。で、2010年、 ここら辺りにあの黒崎監督に変わったんじゃなかったかな、確か。で、東口、黒川なんだけど、多分黒川選手が出てんじゃないかな、わかんない。怪我したんだよね、黒川選手、高木選手、黒川選手あたりが怪我して、東口に出番が来たみたいな感じじゃなかったかな。で、2010年までマルシオがいるので一応9位と。で、一方で、じゃあ2011年14位と落ち込んだのは、マルシオが抜けたっていう。マルシオが抜けて、2011年の外国人はブルーノ・ロペス、ミシェウ、ジョン・パウロ、ラファエル。なかなかな、なかなかなっていう感じですよね。で、東口が8月負傷っていう。いや、これも痛いんだよな。だからやっぱキーパーと、その、まあ、この当時まだブラジル頼みのね、カウンターサッカー時代ですから、やっぱ前線の強力な選手とキーパーが安定してハイパフォーマンス出してるかが、この順位に表れてるのは、まあ、ある意味データ的な裏付けと言っていいのかなというふうに思います。で、2012年、これ奇跡の残留の年ですね。奇跡の残留の年は、ブルーノ・ロペス、ミシェウ、アラン・ミネーロ。なるほどね。で、東口が10月に負傷しちゃうと。これ結構しんどかったっすね。で、2013年は、7位。で、後半戦だけで言うと首位。2013年は、レオ・シルバがいるんですよ。そう。やっぱりその、チート級外国人の質で変わってくるな。そう。マルシオがやっぱ2011、2012といなくなってからの、やっぱこの2011、2012の低迷度合いがえぐいね。やっぱりちょっと。で、2013年に、レオ・シルバが加入と。で、東口が7月復帰。そりゃあ首位になるわ。そりゃあ首位になるよ。で、キム・ジンスもいるからね。この時ね。そう。そりゃあ首位になるよ。っていう感じ。で、柳下監督でしょ。で、これ柳下監督時代のハイパフォーマンス時代だよね。2013年はね。見てて面白かった。で、2014年が12。で、東口選手がガンバ行っちゃって、森田選手が入ります。カターレ富山とかからだっけ、なんか移籍してきて大丈夫かと思いきや、結構ね、初年度森田は良かったのよ。初年度森田は良かった記憶がある。ただ、その初年度森田だけなの。森田が良かったの、初年度だけっていう。で、15、16って15位、15位、残留争い、残留争いで、17年ついに降格と。レオ・シルバがいたのが、2016年まで。だから、まあ、レオ・シルバのおかげで、なんとか残留。15、16もラファエル・シルバがいたから。だから、ちょっと守備が、って感じですよね。レオ・シルバ、コルテス、ラファエル・シルバ時代ね。この、2015、16って。そう。ちょっとなぁ、しんどかったっすね。ラファエル・シルバが2014年途中から入ってるからね。だからラファとレオ・シルバにめっちゃ助けられた記憶のある14、15、16って感じじゃない？まして16年なんて吉田達磨さんの、あの、吉田達磨監督の元のサッカーでさ、ちょっとなんか変にポゼッション気味になっちゃったりして、
ねえ、もうレオラファいなかったらやばかったねみたいな。で、そんな大黒柱のレオラファを退場させた岡部拓人さんを僕はずっと根に持ってるという、まあそういう風に至ってるわけですね。で J2 降格になりましたっていう2017年は、チアゴ・ガレアルドとホニーなんだよ。そう、ただここら辺はちょっとそのなんだチームにフィットしきれなかったっすね。うん、で森田ももう最終年度森田でしょ。で大谷が出番あるぐらいだからね。で2018年が、アレックス・ムラーリア選手と大谷選手が割と知る機会が多かったということなんですが、ソン・ジュフン、ターレス、ブルーノ・メネゲウ、カウエとかなんだよね。やっぱそう考えるとちょっと2018降格初年度で救済金もあった割にはちょっと金の使い方ミスったなっていう気はしますね。で16位でしょ。やっぱ J1 から落ちてきて J216 位は結構ひどいっすよね。うん。で19年がここでレオナルドが来るのです。レオナルド・フランシス。うん。でレオナルドがあのオルンガを抑えて得点王になったのにもかかわらず10位っていうのはやっぱキーパー悪かったよね。大谷選手やっぱりすごく悪かった印象がある。うん、正面以外止めらんないんだもん。もうなんかその枠の中に飛ばせば大体入るみたいな状態だったから、ディフェンスがブロックしきれないと結構しんどかった。まあ当時ディフェンスこのね17、18、19あたりのそのディフェンス陣の選手層もちょっとひどかったのもあるんだけど、やっぱその順位に如実に現れます。まあキーパーもひどかった。大谷選手時代に降格16位、得点を言いながら10位だから一個もいいとこないのよ。うん、だやっぱキーパーの良し悪しってやっぱ影響あるよね。まあ、この17、18、19のまあまあ 割と暗黒時代に、まあ、見えるよねと。でやっぱキーパーの調子が悪い、その森田選手が初年度以外良くなかったっていうのはやっぱ15位15位残留争い、うん、っていうのが見えてくると。で東口選手がいるいないで、まあ、順位変わる。14位15位で、まあ、これにプラスその強力な外国人がいたかいないかが紐づくというところで、2020年アルベルト監督が来てから立て直しに図るわけですが、まあファビオだったりマウロだったりがいるわけですが、まあ小島藤田がまあ半々から20試合20試合ぐらい出てて11位で、翌年が6位と、まあ、1桁順位に上がるんですけど、主戦が阿部選手に変わると。で小島選手怪我もあってっていう風な感じなんですけど、2022年、に、まあ、トーマス・デン加入なんですよね。で一平篠塚、そしてゲデス、まあ、この辺がいるんですが、まあ、もうこの頃にはもう2020年ぐらいからもう外国人頼みが、まあ、ファビオの、ね、飲酒問題があったりとかして、まあ、2021年ぐらいからもうずっと、ね、外国人の数だいぶ絞ってるんですよね。ゴンサロ・ゴンザレスしか残ってなくて、2022年にデンと一平篠塚、アレックサンドレ・ゲデス、で、2023年にネスカウとダニーロが来たというふうなところで、まあそこまで外国人、これまでのブラジル人、ホニチアゴ・ガレアルドぐらいまでを思えば、結構ね、レオ・シルバがいて、マルシオいて、ね、エジ・ミューソンいて、マルクスいたわけですから、それを考えるとだいぶその日本人ナイズしてきたチーム編成に変わってきたと。で2022年に J2 優勝で小島選手がほぼフル出場だったね。ほぼじゃないね、フル出場ですよね。そうで、この頃にはもう小島選手覚醒で、2023年 J1 10位で小島選手がもうほぼ主戦で、まあ、代表にも選ばれましたし、でまあね、やはりで、まあ、その鈴木選手が怪我がちとかそういった面がありながらも10位に食い込むと、まあ、これはまあ、ね、伊藤亮太郎選手がいたりとか、まあ、水戸ちゃんの台頭があったりとかもそうだけど、で今はちょっと J1 で苦しんでるよと。小島選手の怪我がいつ開けてくるのかっていうのが注目だ。だからやっぱりね、年間勝ち点10は変わる説はやっぱりほぼね合ってると思う。新潟の例だけでこんだけ説明つくから割と合ってる説があります。皆さんはいかがお感じだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。